遠足前日に娘が絵に描いた願い事にツッコミを入れた小林博奈。ファンからは、子供って正直、の声も、遠足を楽しみに、小林は、ロールパンやヨーグルトなどの長女の朝食を紹介すると、さて、今日は遠足。おにぎり持参だよ、と、幼稚園の行事で遠足があることを報告、ポケモンの可愛いラップで包んでほしい、と言われたんだけど、なかったのでシールにしときました、と、可愛らしいシールでラップをデコレートしたおにぎりの写真も披露した。寝る前に、願い事。長女は夕べから遠足を楽しみにしていたようで、遠足の絵描いて寝るんだーって描いてた絵、と折り紙に描かれた絵を公開、ママが寝坊しませんように、ってベッドの絵描いてたよ。やめれと突っ込んだ、数年に一度の失態、にショック。小林は今月5日のブログで、アラームをセットしていたはずのスマートフォンの充電が切れており、目が覚めると午前10時だった、という事件があったことを報告。長女は幼稚園に大幅に遅刻することになり、小林は、数年に一度の失態、と落ち込んでいた。ある、長女は楽しみな遠足に遅れたくないと考えたようだが、小林にとっては少々心が痛むお願い事となったようだ。子供って正直、の声。小林の投稿に、ファンからは、面白い、子供って正直よ、なんていい子。いってらっしゃい、とコメントが届いた。また、子供が学校の日記に、お母さんは毎日昼寝をしています、などと書いてしまい、よく見てるよね、親の口癖、仕草、行動。やばいってたまになるもんわら、とこぼす人もいた。